はい、皆さんこんにちは。あのね俺とねってめっちゃ笑顔で俺とって先生が言われて、久々に乗ることができまして、というのもね、まあリハビリやけん取らんでもいいかなと思ったんですけど、まあ、その間になんかいろんな出来事が起きておりまして、これ取っとかんとちょっともうとんでもないことになりそうみたいな。今年もこの人毎年とんでもないことになってるんですよ。全然更新が追いつかんとか、ストックがたまる一方、新しい動画出ないという具合でね、なっておるんですが、まあ、肋骨が骨折してたおかげで、編集はかどっておりまして、なんとストックが今現在ね、もう最後の一本に取り掛かっておりまして、もうはけると。その間にね、YouTube の方なんですけど、ありがたいことにですね、今日の時点で、411名の方にチャンネル登録をいただいておりまして、これがね、ジプシーログさんとコラボの一発目の動画を出した時にね、出したらそれがやらバズって美味しいと思ったら、もうなんかチャンネル登録者数もうなぎのぼりになりまして、ちょっと記憶が定かじゃないんですけど、あの、ね、200人超えたなと200名の方本当にありがとうございますと思いよったら、ちょっと自分の想像以上に再生数が行き始めて、マークマンとかバイクが止まりましたぐらいで止まるんかなと思いよったら、そっから急激に伸び始めて、それに比例するようにね、チャンネル登録者数の数もうなぎの森で増えていきまして、最初ね、200名突破して、まあ、100名突破した時には、応援いただいている皆様に対して、まあ、ちょっとしたなんか記念動画みたいなやつを作らせていただいたんですけど、200人行った時にじゃあ何しようかなって考えたら、まあ、動画を作った、だけにつってなんかオフ会とかするのはちょっと危険すぎると。ぼっちになる可能性が非常にでかいと。じゃあ、何するってなったら、みんなステッカーをね、配ってると。で、まあね、それをね、まあこう見ながら、あ、いいなと。あ、俺もね、ステッカー作ろうかなと。お前何調子乗っとっとかやって言われるかもしれないんですけど、リア充したいじゃないですか。カメラついとってさ、あ、なんかされてるんですかみたいな感じで聞かれて、あ、モブスターでーすって言って、モブスターですって言ってもね、なんか、あ、え、誰みたいな感じになる時もあるじゃないですか。そのモブスターですって言って、え、モブスターさんって言われることもあるんですよ。こういうものですみたいな。まあちょっと挨拶代わりにも使えるようなステッカーをね、作りたいなと。ちょっとね、後からまた、その別の動画になるんですけど、関西の TK ライダーさんっていうご夫婦でされてる元ブロガーの方、ご夫妻がいらっしゃいまして、こんな山の中でこういう動画撮ってるやつに対して、あのステッカーをわざわざ送ってくださいまして、まあね、それがねめちゃくちゃかっこいいんすよ。俺もね、そんなもらってばっかりじゃね、他にもねたくさんの方から私ステッカーいただいてるんですよ。その方たちにもね、ちょっとステッカー作ってお返しせないかなみたいな、もらうばっかりじゃねえみたいなっていうところもあったんで、まあ200人突破記念っていうことでみたいなステッカーじゃじゃーん作りますみたいなっていう動画を撮らないかんなと思いよったら、骨折れとって、だけってなんか中途半端にバイクに乗らんで撮ってもなーって思ったんで、まあちょっとそのまま捨てたんですよね。
そしたら、まあチャンネル登録者数はうなぎ登りに登っていくわけですよ。で、あれよあれよという間に300人突破しまして、あれこれ。これでもまあ200人突破でステッカー作ります、でも300人になる前ぐらいまでにステッカー作ってみたいな、まあ最悪350人ぐらいまでお茶を濁して引っ張りつつみたいな、でまあ300人突破記念でなんかステッカープレゼントでもしようかなと思ったらですね、思ってたらあれみたいな、300もう300超えてもどんどん増えていくわけですよ。こんなね、初めての経験じゃないですか。みたいな。大丈夫みんなみたいな。こんなチャンネル登録して、大丈夫みたいな。もう400ですよ。まあ大体300、まあ70超えたあたりから、もう確信に変わるわけですよね。これ、300とか取ってもしょうがねえぞ、みたいな。ということで、400超えちゃいました。キャンペーンで、ステッカー作ります。はい、僭越ながらですねステッカーを作らせていただこうと思いまして、これ200またぎ300またぎの400でステッカーですからね、そのデザインが結構上手なやつがね、でちょっとデザインしちゃらんって言ってたら、ちょっと仕事が忙しいですと、仕事と私どっち取るのみたいな、仕事取りますみたいな、分かった分かったみたいな、まあね、こうちょっといろんな経験をということで、ちょっと自分でデザインしてみるかと、ということで、イラストレーターをインストールせないかなと思ってね、どういうソフトで作ろうかなって考えたときに、フォトショップで作ると思ったんですけど、やっぱデザインっていられでしょうみたいな。なかなかね、新しいソフトは億劫で手が出ないんですよ。まずね、コツをつかまなきゃいけないじゃないですか。どういう時にはどうみたいな、こういう時にはこう使うみたいな、そういうのもあるんで、まあ、今までちょっと敬遠はしてたんですけど、もうこれしょうがないと。ということで、イラストレーター導入みたいな。まだしてないですけどね。まだしてないですけど、ステッカー作りましょうと。まあね、まあ素人は作るんで、あんまり期待しないでくださいっていうのと、パパッとこう作れる能力もないんで、まあ今年中にできればいいかなぐらいで考えております。はい。縦にするか、横にするか、丸にするか、四角にするかと、まだそれすらね、決まってはないんですけども、何種類か作ろうかなっていうのと、まあまあいいや、あんまね、あんま多く語るとお前言ったことと違うよこらってなるんで、まあ、とりあえず作らせていただきますっていうことと、こんなチャンネルをね、チャンネル登録いただきまして誠にありがとうございます。400人突破記念ということで、厚かましくもね、こんな弱小元プログラムステッカーなんぞ作っていいんかなって思いますけど、まあいいんでしょう。みんな作ってるんでね、俺だけダメっていうことはないでしょう。だからね、もしかしたらダメかもしれんね。ということで、まあ首をね長くして待っててねっていうことで、はい、まあ、そんな感じです、まあ、とにかく作ります。雑、来たよ。ほんと久しぶりよ。久しぶりすぎてね、ズボンのボタンが気持ちいいね。キラキラや。まあそんなんで、まだですかとかっていう問い合わせは受け付けません。できましたって言うまで待っとってください。で、まあ、できたらね、プレゼント企画。プレゼント企画って今いい？なんかみんないろいろやりよるんやけど、プレゼント企画ダメになったよな、YouTube って。
わからんけど、まあ普段お世話になってる方たちにステッカーをねお渡しできればなと考えておりますんで、今しばしね今年いっぱいぐらいお待ちください。まあね、どうせね配るんであれば、なんやこのステッカーっていうようなやつよりも、もうかっけーっていうようなねステッカーをちょっと作りたいなと思っておりますんで、ちょっと待っててねっていう動画でした。あとね、久しぶりにバイクに乗ると気持ちいい。っていうことで、ね、久しぶりすぎてねまとめ方がわからん。ということで、皆さんも春に向けてねリハビリ折れてなくても心が折れてる人もおるかもしれんけど、まあ春に向けていろんなものが折れてる人もリハビリしてね。ということで、ご無沙汰でした。それじゃあ、アディオス。アディオスもリハビリしないかんな。